えっとね、裁判所に、えー、まあ高等裁判所まで話今進んでるんですけども、まあホームページとかでね、あのー、僕は述べてる内容、まあまあみんなむ、あのー、聞きながら、裁判とか、実質どうなのか、何しちゃダメなのかっていうことがよくわかる、まあそういう内容の YouTube の動画をアップして、で、まあそのことをこちらで、えー 掲載しましまでこれについてすぐに宣伝かしらっていう人間もこの人間も本当はどこからどこまで知っていて言ってるのか分かりませんテレビ局がすでに淡いさんにお金回さないで CM 料を、えー、自分たちだけで もらってしまったと。散々とぼけたと。会社に銀いけとか、高島綾が言い始めた件とか、それもテレビで出てきてるから、本当に。で、僕も鬼じゃないから、別に高島綾一人のせいじゃないから。 ある程度の部分はありますよ。で、えー、そんなに多くのパーセンテージは占めないか、ちょっとしたこと、これしちゃダメ、あれしちゃダメを、本当に、本当に覚えといてよって、そういう人、わかってる人がテレビ出て物言わなかったら、みんなナチュラルにどこからどこまでしていいかわかんなくなるから、本当にって。それ勘違いでこっち攻めてこんできてるやついっぱいいるからって。こういう。 見てませんでしたでちゃんと謝ってくる人間あの正解その態度じゃなかったらこれも本当はいろんな人間記録してるからでこんな変な名前つけて <laughs> こういうこと言ってる人あんまりみんなあの実際その人と会って関わらない方がいい普通こんなマークつけないから自分からもしくは ね、ど,どちらの内容を信じますっていう話になるんですけどもサイバー攻撃かコンピューターがこの人本当はこういう人ですっていうことでバラして変な記号をつけてる可能性もあるからみんな愛ってこの人喋っていてまともかな文章見ていてまともかなっていうところこれまず押さえといてくださいでそういう文章載せたら <laughs> 必死に <laughs> 攻め込んできてる人たち <laughs> えーっとねまずこういう名前の人わ <laughs> からないもう何し何した人たちなんかわからない銀河流とかもう名前からしてなんか変な名前つけないとどうせなんか変なことしてるんだろうからもうちょっとそこおとなしくしといた方が 自体本当にあの別にあんまり僕は鬼じゃないからいろんなね会社の上司とかにああ言われたこう言われたがあるからそれは僕は裁判所で聞くからあのー、それ込みで考えて動かなきゃダメ本当にあのー、もう口頭まで上がってるっていうことはかなりの件だっていうことを自覚しなきゃなんないその本当に今さらあのー、本当に 淡井さんから何回も教わってもらっておいて、しませんでした。<laughs> すまない、本当に。あのみんな聞いてほしいのは、本当に、東新日本大震災の頃で空き家が600万件ほど、それがね、2020年には1000万件に到達するって言われてたんですけども、建築業界がずっと建物を建てた、建てっぱなし、もう買い手がいないので、ずっと建ててる、それしたら本当に捕まる、ね、この間も去年、えー、まあ大 旧三大財閥の三井住友、まあ若い頃僕からの案で合併させた方なんですけども、あのー、いや本当に。そういう本当の話を受け入れられないと本当に無理だから。あのー、お金のな、まあ、三井住友銀行で淡井圭介の結婚話ごちゃごちゃ笑いながら言ってる人間、えーん、もうそいつら状況分かってないから、まだ若いから。 もう本社と思われるとこ、もしかしたら神戸本、まあ支店かもしれない。まあそこビルめちゃくちゃ大きいから、<laughs> そこの上の人間が飛んできて、あのみんなの前で、お客さんの前で、もう思いっきりドラシ試アしてるから、この人にそんなこと言ってたら本当にお金の流れ変えられるからねって。本当によくわかってる人。昔から何があったか。 口座の差し押さえぐらいある。<laughs> それなかった世の中みんな言うこと聞かんようになるやろ。悪いことしたと。と反省しなくなって、統治できなくなる。もう後の世代、むちゃむちゃ、むちゃくちゃ消費税上がるだけ上がって。本当に。もう上がった後3、3%から10%まで。で、この辺の近くの、今外で私たちも自覚がないとか言ってるんですけども、ありの中町なんか、むちゃくちゃ、えー、内科10件以上開業医、えー、歯医者も10件以上、 もうできては作って、できては作ってで、なんか10件くらいのところをずっとキープしようとしてる。岡場から田保子駅っていう一つの駅の区間の間で、もう医療業界の税金の食らいつき、むちゃくちゃ、もうそれ、あのとんでもない横領罪だから、本当は、その金額働いて、あなた返,す返した時のその年数自分で考えたことありますかの世界、本当に。もともと本当はそう、あのー、生活保護係でしっかりとした話聞いとかなあかん。 どこもそうだから、どこもそうだから、どこもそうだからみんなでそれ食い止めなかったら本当に滅ぶよって急に輸入が止まって、止めるから。止まるから。意味わかる向こうも自分の国の原油つきそうになってるのに回してくれるわけないやん。自分で考えたらわかるやろ余計な仕事増やしちゃダメだって言ったやろ オリンピックとか人が移動するとか、もともと採算性合わないのにしちゃならないこと、なんか今世界大会夜中で行ってるけども、私からしたら知ったこっちゃないような話。何回言ったと思ってんのって、何回注意したと思ってんのって。東京オリンピックで9600億円も税金使ってお前ら金儲けして、大体ハリキューマッサージはスポーツ関係の人間とかがハリキューマッサージのマッサージ屋になりよう。もう無理。正体バレたらもう全部無理。終わり。 自分たちのしてきたことを早く償わなかった、謝罪しなかったら、ずっとそれ刑法を置いたらもうとんでもないことなのか類反過重、罪が重なっていくの。ね、挑発行為、ね、死者ダメ、威嚇行為、これも死者ダメ、集団で、集団暴行、こんなもん、国際条約よ。で、えー、それ、併合罪って言って、罪全部加算されていくの。それ、何回もするでしょう。もうどうなると思います常識な人間。 今、外で笑けてきたとかいう声聞かされてるんですけどそれは今のは電波だと思う。その前の反省した声は多分当人だと思うけども、最初から春山清骨院の中で喋ったらい,いの。もう外で喋っちゃダメって言われたからダメなの。家の前に住んでる人の意見の方が優先に決まってるでしょ。自分が全く同じことされたらどうなるか、しっかりと考えた方がいいって。